やっぱうまいな、お寿司は。いつか回らないお寿司も食べてみたいものだよ。俺らの稼ぎじゃ無理だっての。諦めな。にしてもよく食うな。育ち盛りだからか。ま、そうだろうね。家でもおかわりは絶対するし。お父さんだって、大学行ってた時はあれくらい食べてたじゃん。そうだったっけかな。もう遠い昔の話だよ。互いに老けたもんだね。とか言いながら実技の講師を現役でやってるお母さんがやべえって。体年齢と実年齢詐欺ってるだろ。そこのところは、どうだろうね。ふい、食べた食べた。ほんじゃ聞かせてよ。なんで俺が生まれたのか。二人にはどんな恋路があったの。俺らの恋路ねー。もともとは、俺がタイマンバトルっていう大会みたいなのに向けて、お母さんが特訓をつけてくれたのがきっかけだったんだよ。確か、龍馬さんって人をお父さんが倒したって話だよね。それで柊木先生と引き分けたって。まあ結果はそうなった。そこまで行く過程の中で、当時から先生だったお母さんと、二人きりのマンツーマンレッスン。その時間が、あまりにも楽しくてさ、同時に思ったんだ。お母さんと過ごすこの時間が終わらなければいいのにって。そうだったんだ。じゃあお父さんが一方的にそう思ってたってことか。違うよ。え？終わらないでほしいと思ってたのはお父さんだけじゃない。私もだったんだ。え、マジで？私は別に恋心を抱いてたわけじゃないんだけど、ひたむきに頑張る、そして向かってくるお父さんが、当時は可愛くてしょうがなかったの。で、そしたらね、急にお父さんの拳が迷いを見せ始めたから。ほんと急にね。それで一旦止めて、聞いてみたらまさかの。まさかの。そこで白状したんだよ。お母さんのことが好きだって。今でも思い出すよ。いきなりだもん。それでどうなったんだよ。まさかそれで付き合い始めたってわけじゃ。それはさすがになかったよ。お互いの立場ってのを、理解してたからな。そこでお母さんはこう言った。タイマンバトルの結果次第で考えると。そうなんだ。その時にさ、お母さんはお父さんのこと恋愛対象として認識してたの。正直なところ、認識し始めてたね。タイマンバトルの結果がどうかなんて嘘。単なる時間稼ぎだった。そんなことも知らずに俺は、お母さんに認めてもらうよう必死だったってわけだ。あらまた可愛かったもんだよ。チラチラ私の方を見てさ。うるさい愛。仕方ないだろ必死だったんだから。結果次第では付き合えるかもって本気で思ってたんだからよ。お父さんってお母さんに一直線だったんだ。他の女子とかに目もくれず。まあな。告白されたりもしたけど。私もあったけど。ちょっと待った。それ聞いてねえぞ。だって言ってないもん。それに言ったら不安になったでしょ。断ったけど。おう。まさかの新情報ここで出るのね。でそこからは。まあ。ちゃんと卒業するまで我慢したぞ。え、我慢した。卒業前からもうオッケーしてたの。お母さん。ああそうだね。そうなるかな。だって屋上で二人きりになって、タイマンバトルを頑張ったご褒美として、後ろから思い切り抱きしめたし。マジ？超大胆。敷地内はバレて一発アウトなるやん。まあ理事長には一発でバレてたらしいけどね。後で聞いた話だけど。見られてた。見られてないけど、俺が階段から降りてたのを見てたのと、お母さんとすれ違った時に異性の匂いがして、俺のことをどう思ってるかを聞いた時に、察してたんだとか。聡明学園の理事長って勘と洞察力やばいの。やばいよ。それだけで察してるくらいだから。こっぱ。一気に怖くなったわ理事長のこと。それで、そっから先どうなったの。俺は大学に行って、私はそのまま聡明学園高等部の教師をして。って感じだな。おうちデートしたり、映画館行ったり。ごく普通のカップルだったよ。そっか。でもよく実ったよね。その恋。まあおかげで俺が生まれてるんだけどさ。今となっても不思議なくらいだよ。なんでこんな年下の。しかも自分の属してる学校の生徒だったやつを選んだのか。それこっちのセリフだよ。なんでこんな当時からおばさんの私を。互いが互いに似たようなこと考えてら？ダメだこや。じゃあ互いに好きと思うところをここで一発言ってしまおう。息子の前でそんなこっぱずかしいこと言えるかボケこら。あら、ダメでしたか。ここまで赤裸々に禁断の恋的なやつを教えてやったんだから。これ以上は求めるなっての。それも含めリンたちに話しちゃおうって思ったのに。
ダメったらダメ。いやー、昨日は赤裸々に話しすぎたなー。これが生徒に知られると思うと、なかなかあれだなー。あら、メイリン先生。朝からお疲れですかな。おはようございます理事長。いや、昨日ですね。息子の才賀から、馴れ初めやなんで自分が生まれたのかを、こと細かに聴取されたものでしてね。あらあら、それは大変。あなたたちの恋路は、本当に色々な障害がありましたからね。今だからお聞きしますが、なぜ知ってて咎めなかったのですか？単純な話、人の恋路を邪魔したくなかっただけですよ。たとえそれが、禁断の恋であってもね。不倫関係なら咎めますがね。それだけです。他に理由が欲しければ用意しますが。寛大な判断に感謝いたします。理事長。そんな感じだったの。マジでドラマの世界だ。でまさかの理事長も咎めないか。普通なら咎めるよな。理由は二人とも知らないってさ。今度機会があったら聞くとかなんとか。なんかここまで来たらそこまで聞きたくなってくるな。また今度聞いとくわ。おう。やっぱりドラマチックというか、ロマンチックというか、いや、エキセントリックかな。ああ、普通とは違うって意味だっけ。そういうこと。普通じゃ絶対ありえないこと。いやあるんだねー。教師と生徒の恋愛が。絶画が卒業するときに好きな人がメイリン先生って明かしたとき、あれはカオスだったな。今でも覚えてるわ。え、そんなにすごかったの？メイリン先生公認の好きな人っていうので、みんな驚きすぎて阿鼻叫喚だった。あ、阿鼻叫喚だったのね。まあ、多分卒業するまで秘密にするはずだから。そりゃ驚くでしょうね。本人はツーショット撮って満足そうにしてた。そりゃ満足するだろうな。ちなみに卒業式の日の夕方、お父さん我慢できなくて。我慢できなくて、何よ。察してくれ。あ、わかった。どういうこと？まだ朝の8時なんですけど。そうだね。なんかすっごい下ネタが聞こえた気がした。あたいの耳って天才。いや、関係ねえから、それ。まったく。早速話してやがるのかお前らは。あれ、なんでお父さんいるの？あ、サイガのお父さん、おはようさんでーす。おう、おはようさん。これ、忘れ物。あ、弁当。すっかり忘れてた。ありがとう。わざわざ。おう。で、昨日話してやった話を今してんだろ。まあ、何にせよ、すごい話ですね。教師と生徒の恋愛に加え、結婚して子供を儲けるなんて。な、ありえねえノンフィクションだろ。非常に興味深い話ですよ。こんな話、めったに聞けるわけないですし。そうかい。ま、仲良くなるネタになるなら、提供するよ。どうせなら、ぜいやさら、アスカに昨夜の馴れ初めも聞きたいもんだ。なあ、確かに聞いてみたいかもな。理事長がいろいろあった世代だっていうし。まあ、本当にいろいろあったからな。夏休みに聞かせてくれや。おそらく、みんなが集まることがあるだろうしな。じゃあな、しっかりやれよ。夏休みに集まる。一体何のことだ。多分、私のお母さんの知り合いの話だと思うよ。レイカちゃん、どういうこと？サイガくんのお父さんたちとお母さんは同級生なんだけど、夏休み、お母さんの知り合いの旅館にみんなで泊まってたらしいんだ。聡明学園に入学したら、また一緒に行ってお母さん言ってたから、その時に、馴れ初めとやらを共有しちゃうんじゃない？なるほどな、旅館か。みんなで旅館にレッツゴーか、それは楽しみだ。先に言っておくか、楽しいぜ。高2と高3で行ったけど、当時恋人同士だった奴らが揃いも揃って大盛り上がりだったぜ。それマジで面白そう。はよ夏休みにならないかな。そこでお父さん先生とお母さんの馴れ初め話も聞けるとなると、さらに面白くなりそう。なあ、デイカ。なに？また夏休みにその旅館に行けるよ、お母さん。霊夢に頼んでくれないか。わかった。聞いてみるね。よろしく頼むぜ。みんなおはよう。今日は午前中から実技だから、準備がいる人は準備して中庭に来てねー。おう、授業前に実技か。よっしゃ、暇にならずに済むぜ。寝てる人をモグラ叩きみたいに叩いてるから暇じゃないでしょうに。ま、いいや。じゃあみんな中庭にねー。よし、みんな集まったな。みんなおはよう。それじゃ別れて実技を。どうしました、ヒイラギ先生。いや、なぜか列画の気配を感じたものですから。あ、
それなら俺の忘れ物を届けてくれて。呼んだか。よーれー、忘れ物を届けるついでに見学させてもらうぜ。校長には許可を得てる。おう、そうか。待って、むちゃくちゃ言いたいことできたんだけど。どうした、リン。お父さん先生と怠慢を張り続けた七味列座さんがここにいるって。マジでいろいろと教えてもらいたいんだけど。ああ、教えれることは教えるよ。いや、実は本音を言うと、お父さん先生と列座さんが怠慢張るところ見てみたいな、なんて。え、俺とこいつで